ハーベイ・ワーシントン・ルーミス、1918年撮影。ハーベイ・ワーシントン・ルーミスとアーサー・エドワード・ジョンストン、1918年、撮影。ハーベイ・ワーシントン・ルーミスは、アメリカ合衆国の作曲家、ニューヨーク市ブルックリンクに生まれ、マサチューセッツ州ボストンに没した。現在ではもっぱらインディアニスト運動やワーワン、プレスとの関係で知られている。ルーミスは、 1865年2月5日にニューヨークシブルックリンクで生まれたピアノをマデリン・シラーに学んだナショナル音楽院で3年間学ぶ奨学金を得た彼はそこでボヘミア出身のアントニンド・ドボルザークに支持しすぐにその愛弟子となった最も有名な作品はアメリカ先住民の歌をもとにしたピアノ曲集リリックス・オブ・ザ・レッドマンであるルーミスは 子供向けの音楽も数多く手がけて、舞台音楽もコミックオペラやパントマイムのためのものがあり、さらに、バイオリンやピアノのためのそなた、舞台劇のための不随音楽も数多く書かれた。しかし、彼の作品は録音されて、音盤となったものがほとんどなく、ナクソスレコードのマルコ・ポーロレーベルから出ている、インディアニスト運動のピアノ音楽の録音の中に、作詞者として言及があるだけである。 ルーミスは1930年12月25日のクリスマスの日に死去した。ありがとうございます。